オリオンです。はい、今回の雑学はこちらでございます。はい、なんと家電量販店のテレビに受信料は普通なのかということですね。はい。電子レンジに行くとですね、何十台もテレビが並んでます。例えば NHK が放映されているとしたら、受信料は支払っているのかということですね。受信料についての放送法によるとですね、受信契約は世帯ごとにすることになる。世帯というのは住居及び生計を共にする者の集まり、もしくは独立して住居もしくは生計を維持する単身者となっている。家電量販店はこの世帯の規定から外れるということですね。なので受信料を支払う必要はないということです。はい。